どうも。かなり山奥まで来ました。ここもですね、結構有名な場所なんですけども、まあでは早速ご覧いただきましょう。こちらです。どどん。わかりにくいね。ちょっと引こう。こういう感じですね。はい。南河内橋、河内貯水池の赤い橋ですね。わかりにくいとは思うんですけど、夜ですからね、まあ、こんなカメラですから、ちょっとね、雰囲気をご堪能ください。でね、まあ、ここ、まあ、言うても心霊スポットとして、まあ、意外と、まあ、有名っちゃ有名なんですよね。なんだけど、なんだこれ、うわ、もう取っちゃいけないもん取っちゃった。 見なかったことにいたしましょう。まあね、まあね、見てもらったら分かるでしょ、そういう場所なんですよ。まあ、ここでですね、浮かんでいた方がいらっしゃったりとか、夜な夜なですね、ここを歩く人影とかね、そういうのが見えたという方も結構、僕の、ね、友達でもね、体験してる人がいて。結構有名な。で、この先にですね、まあ、旗、トンネルとかですね、埼玉のね、旗トンネルじゃなくて、こっちにも旗トンネルってのあるんですけど、そういったとこがあったりとか、まあ、結構ね、曰くのある場所なんですよ。うわ、すごいね。わかんないでしょう。あ、わかるね。あのね、湯気がね、うねってんだよ。すごい。これわかるかな？わかんないよね。すごい湯気がね。なんでここだけ？あ、でもここもだ。すごい。うわ、コントラスト上げれるんだったら上げてみて。もうわかんないかもしんない。うわ、すげえ。あのね、湯気がね、出てんの、水、貯水池の表面から。キモい。キモい。そういった 場所です。結構ね、今意外と、その夜のね、何？貯水池とか、ダムとかのかかってる橋？なんでか赤いんですよね。赤くする理由はね、なんかあるらしいんですけど、そんな知りません。ググってくださいね。まあ、僕も調べておきますけど、なんかやたらと赤いんですよね。だからこういう赤いのが死を誘うっていうね、ことを言われたりしております。こういう風にですね。赤い橋です。まあ、100メートルあるかないかぐらいですね。短い橋です。まあ、こう河内。貯水池の赤い橋なんですけれども、こちらにですね、もしかしたら見たことある人がいるかもしれません。僕もここ来るまで分かりませんでした。ああ、こんなとこか、特になんもねえなって思ってみたら、実は、もう一つ、あったんですね。こちらです。ドン。うふ。うふ。ここですね。もう見るからに、お分かりいただけると思いますけど、廃墟です。すごいでしょう。あ、そうそうそう。通称ですね、ここにこう立ってるんですけど、メガネ橋って言われれば、橋ですね。132メートルぐらいですね。すごいっしょ。
これね、入りたいなっていうのはあるんですよ。もちろんね。だけど、もう、なんだろう。無理なんですよね。見てわかる通り、すごいぞ、バリケードが。で、しかもね、これ人感センサー、これつくんですよ、ドン。びっくりしたからね、これ最初の時。警察官立ち寄るでしょ。まあ、多分、立ち寄ってはない。ただ、その人の手の中にはあるんでしょうね。まあ、人なのか、まあ、団体なのか、そういうのではあるんでしょうね。で、こっからね、いけそうなんだよね。試みてみようかなとは思うんだけど、ここね、こっちこっち。わかる？こうね、鉄格子があって、ここ板があって、鉄格子があるんですけど、この上、あ、こあるでしょ？あれ、登った跡があんのよ。ああいうひしゃげてるでしょ？あれね、踏んでるんですよ。だからね、多分あんな風になってるんですよ。わかるかな？ひしゃげてるのわかるかな？赤いやつの下。ね。だからね、あっこからもしかしたらいけるんじゃないかって思うんだよね。今日はね、ちょっと、まあ装備もないし、行くんだったら、もう誰かの車？そういうので、まああらかた装備とか持ってって、やらないとですね、いけないんですよね。だからその、物を壊したりとか、そのね、窓割ったりとかって、そこまでしちゃダメなので、まあ、というかね、じゃあそれをしなければいいのかっていうことではないんですけど、まあ、そのね、できる限り迷惑をかけずに、壊したりそういうのなしに、行かないとなっていうのは、まあ、僕らがこういうことをやってるんですけど、まあルールとしてね。まあ自分で決めていることなんですけど。こっちね。行きたいんだよな。これね、ほんと、スエゼン食えないような状態ですよ。意味わかる人いるのかな。若い人ごめんなさいね。だからね、ちょっとね、こういうところからね、ここ前行ってなかったな、この便所中。この上から攻めて、見れるかな？あ、この上から攻めれるな。この上から、攻めれる。なんか道っぽい。落ちたら怪我するな。それエクスカリバー持ってくれよかった。よいしょ。あ、やっぱすごい張ってる。登って降りれるかな。まあいいや。見てもらいたい。どうなってんのかを見てもらいたい。ってか俺が見たい。よいしょっと。雲の
巣、蜘蛛の巣に気をつけないといけないんですよね。とにかく蜘蛛の巣ですね。ごめんなさい。うわー、こっから行けるけど、あ、うわ、なんかこっち来た。行けるけれども、よいしょ、いい。心霊スポット凸とかじゃなくなってるよね、多少。なんかもう山登りみたいになってるよね。うー、なんかと思ったら来たれてる。もうやめてあげて。あー、ということは鉄格子がここまでなの？なんかね、細かい虫が足をね登ってきている。あ、なんか、うわ、赤いなんかある。なんだあの紐。あ、ここまでだ。ここで終わってる。ここまでだか。ということはこっから降りていけるんか。あー、降りたら終わりやな。アリがいっぱい。ちょっとここら辺まで。向こう、あー、向こう行けるな。どうなってんだ。壁があってこうあるんだな。あー、ちょっとね、これ以上先ちょっと無理っす。なので多分ね、こっち見えるかな。こっちをね、ここまでなんですよ、鉄格子。なので多分こっから行けるわ、降りれる。だから、うん、行ける。装備整える。かなたん今度行く。よし。うわー、でもすげーな、ここ鉄格子。なんかあったのかな、ここ。なん、あのね、確かね、前の地図、昔の地図とかを、このね、辿って、見てみたんですよ。確かね。そしたら、うわ、もう虫すぎ。よいしょ。ごめんなさいよ。確かね、ここが、うわ、これすごいでしょ、ここ。これ、日本残ってきたな。少年自然の家の跡らしいんですよね、ここは。よいしょ。よいしょ。よいしょ。靴がね、そういうのじゃないから。あぶね。よいしょ。滑るんです。よいしょ、よいしょ。あー、よいしょ。ほい、よいしょ。ほっ、ほっ、よいしょ。ふぅ、熱っ。こい、そういう、そういうとこでしょ。これいけるな。これいけるわ。行こう。いつ？わかんない。行こう。便所。便所中ですから。
こういうね、便所いっぱいあるんですよね。綺麗なんですよね。ただ、便所綺麗って言っちゃ、まあ、そら、そうでしょうよ。いやー、いけるか。この裏だろう。でもこの裏も全部張ってるよな。いた。だな。でも行く価値はあるかな。行ってる人がいるんだよね。ただ行けるかどうかなんだよな。もしかしたら侵入路があるかもしれない。ただ侵入路があるとするならば、一番怖いのは、死体ですね。入れないところって、結構ね、無縁仏が眠ってるとこだったりするんですよね。どうやって入ったのっていうとことか、ラブホテルとかね、そういう宿泊施設の廃墟とかっていうのは、結構いるんですよね。まあ、浮浪者というか、そういう方。あとは動物だな。一番気をつけないといけないのは。いや、いいね。いや、いいっすな。ちょっと向こうから見たのも映しとこうかな。あんまりここ遠いからね、来れないんですよね。めったに。こっちに行くと向こうのね、河内貯水池の端っこまで行けるんですけどね。あ、でもあそこら辺は板打ちつけてねえな。あ、この窓。反対側は意外と、窓は出てたりすると。あー、生きて。やべえ、生きて。もしかしたら、いつかの DVD に入るかもしれませんね。でもさ、DVD やってはみたもののさ、どうなんだろうね。まあ、でも、それをなんか差別化するっていうのは、まあいいのかなっていうところと、まあ、日本全国行きたいんでね。まあ、僕は、乞食と言われようが 何と言われようがやり続けますけどね。まあ、毎月1回。まあね、11月とか、12月、11月はね、香川ですね。あと12月は関東、大阪。じゃね、関東もね、行こうと思ってます。もうほぼ廃墟 ですね。おそらく僕の今の予定では。ただそんなにいけるの？っていうね。それもこれも、売れないと意味がないっていうね。肯定。もう楽しいと思うんだよな。そっちでしかしないようなこともあると思うし。多分生放送じゃね、廃墟の中はね、正直結構きつかったりするよね。某有名な馬主さんがおっしゃってましたけども、ちょっときつい。この時点、ここ、指見えるでしょ？この先？ これもね、ちょっと映せないんですよ、こっち。実際。こういうのはね、映しちゃダメなのよ。さっきちらっとちょっと映っちゃいましたけど、これはね、いかん。気にしてもいかん。もうスッと通り過ぎるのが一番ですね。変にするとダメですね。まあどうしてもね、まあそれだけじゃないのでね、いっぱいあるんでですね。なので、あまりなんかこう、感情を出しちゃダメっていうか、そういうところでですね。まあ、それがいいか悪いかはね、まあ、それ人それぞれなんですけどね。
なんでまあ皆さんは心霊スポット行くときとかあるかもしれませんけど、あの間違っても、あの僕はですね肝試しではないのであの探検家というか心霊スポット探検家とかそんな感じで、あの認識してもらいたいなって思いますよね。なんだそれってなると思うんですけど、まあ霊場カメラマンとかね、心霊スポットとか廃墟探検家とかね、そんな感じで言ってほしいですよね。ロマンですからね。なんで心霊スポットに行くの？そこに心霊スポットがあるからですよ、あるからですよとね、藤村くんってなるわけですよね。まあ言ってるか分かりませんけど、こんなところでね、では次の心霊スポットでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。